のエコそろそろ冷たい麺が美味しい季節ですね。ということで岡山手延べそうめんの直売所にやってきましたこちらにとってもエコな乾麺があると聞いたんですがどれですかはいえっ、ー、一見普通の乾麺にしか見えないんですけれどもえ分かったの ではちょっと何がエコなのか茹でてみようと思いますお願いします行きますはいええちょっと待ってください横山さん今束ねているテープ取らずにそのまま入れましたよねはい実はこのテープが寒天でできていますなのでこう入れると溶けてそのまま食べることができますそうなんですねそうこの乾麺を束ねている透明のテープ寒天でできているんです その名もエコラク熱湯に入れると寒天は溶けるので外す手間いらずそして従来の紙やビニールのテープだと必ず出るのがこのゴミ年間の例えばそうめんのテープの長さ全部こうつなげると地球25周分そう考えたらかなりの量のゴミの削減になりますね。 手間だけでなくゴミも削減するだからエコなんですね私もエコラクメン。早速体験させていただきましたこのまま入れます、はい、わー楽ちん <laughs> とっても便利ですねでもあっという間に寒天でできたテープも溶けていきますね揺れるムラもなくなりますし、うん、いいですねアイディアがねありがとうございます <laughs> エコラク麺は今年1月から通販で販売を開始しましたが、開発には5年の歳月がかかったそうです。あの一番苦労した、まあ、今もしている部分としてはです、ね、湿度ですねあの、雨の日とかですとあの、結束をするのがやっぱりうまくいかなかったり、べたついたりですとか、まあ、あとはこれをどれだけあの世の中に広げられるかっていうところも、会社としての,、まあ、あの責任というかあの、使命かなと感じています。 現在寒天のテープはうどんにのみ使われていますがそうめんなど他の麺にも適用できるよう研究を続けるということです今後も注目ですねゴミの削減そして生活に寄り添った商品作りに取り組む岡山手延べそうめんに表彰状視察させてもらいありがとうございました今回の視察メモは名産品が環境に優しくアップデート